お久しぶりです。ケンディです。皆さんに謝らないといけないことがあるんですよ。まあ、法律はあのイベントの動画は全く撮ってないんですけど、いきなり家から始まってるんで本当に申し訳ございません。まあ、ということはですね、まあ、ということはですねっていうか、なんで動画撮れなかったか、会場で撮影が禁止になってたんですよ。で、さすがに禁止の部分でもし動画撮ってしてしまった場合ちょっといけないなと思ったんで、今回は本当に動画を撮れなくて本当に申し訳ございません。まあ、今日は8月9日の火曜日ということで、まあ、リオデジャネイロオリンピックを見てて動画の更新が遅くなったというので本当申し訳ないです。まあ、ここお部屋、まあ、めっちゃ汚いんですけど本当に汚くて本当に申し訳ございません。で、まあ、最後のね、ホールツアーのイベントが、まあ、皆さんにも言ってた通り最後のイベントだったんですよ。本当に楽しかったし幸せだったし、ずっと泣いてましたね。はい、めっちゃ泣いてましたね。で、今回はホールツアーの前編と後編でまとめて上げていきたいと思います。まあ、前編では僕の見た感想とかレポとかを言いたいと思います。まあ、後編ではグッズの紹介とか、会場でグッズを買ったのでそれの開封動画をやっていきたいと思います。まあ、ここで忠告しておくと、生写真3セット買って個別ミニタオルとフラッグとタオルを買いました。はい、申し訳ございませんね。もうここネタバレですね。もうネタバレですね。僕ってまあ前からこれ誰推しかっつってなるんですけど、みんな推しなんですよね。もう基本もう DD になってるんですよ。まあ、DD なんですけど、まあ、もう DD になったんで、まあ DD です。はい、まあ、DD ですね。はい、ということで、まあね、会場のレポを今から入れて、まあ会場のレポは本当に僕2階席だったんですけど、もう2階席は本当に、まああれ2階席っていうんかな、あれ1階席に近いんですけど、本当に近くて、席が近くて本当に見やすくて、もう最初、まあ、会場15分前に行ったんですけど、まあ、15分前に行って、まあサイレントマジョリティが最初流れた時はもう、なんですかね、あの、なんですかね、会場の時僕すっごい緊張するんですけど、僕が出るわけじゃないのにすっごい緊張する。なんかうわってさーってなんか抜けるんですよ、力がうわーって抜けて、そっから始まったんですけど、もう最初そっからもう泣いてましたね。泣いてましたね。なんか知らないですけど泣いてました。お前でもうめっちゃ泣いてて、もうずーっと泣いてて、ラブトリップが一番ピークだったんですよ、僕の涙が。でピークで、もうこれが本当に最後のイベントなんだと思って、もうすげー今年最後のイベントなんだと思ってずっと泣いてて、まあなんかもう今でも泣きそうなんですけど、まあ声が今でも枯れてるのは、まあ最後は全力で叫んだから枯れましたね。はい、でセットリストは離脱残留だったんですけど、残留のセットリストで、だって宮崎の場合はじゃんけんで決まったんですね。まあ、じゃんけんで決まって、まあ残留になったんですけど、走れペンギンが出た瞬間僕は湧きました。あと47が来た時もね、全力で湧きましたね。はい、まあ今回のね8月31日と HKT の8枚目シングルは多分買うと思うので、それの開封動画を後日またフラゲしようかなと思ってるんですけど、まあそれの時にまた開封したいと思います。まあ個人的な感想は本当に楽しかったし幸せだったし、いいセットリストだったし、もうメンバーからまあ S がもらえたので本当に嬉しかったです。本当に楽しかったです。今年のイベントは最後になるんで、まあ来年はもっとイベントをたくさん行けるようにやりたいですね。まあ学生なんでお金が限られるんですけど、まあ行ける範囲は行きたいですね。僕はもう福岡の会場しか、あんまり福岡の会場しか行かないと思うので、おそらくは福岡の会場しか行かないので、もしね会場とかね、もしね声かけてみたいとか絡んでみたいとか、もし言ってくれればね、遠慮なく本当に言ってもらって結構なんでね。まああと、まあ、最近やってないですけど、ツイキャスとかツイッターって言いたいんですけど、ツイッター鍵をかけたんですよ。まあ、鍵をかけたんですけど、まあ、ツイッターやってるんで、まあ、ツイッターもし、ね、なんかリクエストで、まあ一回コメでなんか何なんですけどとか言われてくるのは、僕は全然もうフォローするんで、もう全然フォローするんで、まあ、てか新しいのまた作ろうかなとか思ってますね。その用のね、はい、やっていきたいと思います。まあ本当にグダグダなね紹介をちょっとババってホールツアーでやってきたんですけど、皆さんいかがでしたか。まあ皆さん本当に今ね部屋締め切ってるんで本当暑いんですけど、今扇風機隣につけてるんですけど、本当熱中症とかこまめな水分補給とか、夜間でねもうクーラーをできるだけ冷房を使うようにしてください。本当にね
熱中症になったら本当にやばいので、いろいろ大変なんで、僕熱中症5回かかったことあるんですよ。もうちょっと5回かかったことあるんで、もうさすがに忠告してきますけど、全く関係ないですからね。もう法的には全く関係ないです。とりあえず水分補給と冷房とうちわと扇風機、アクエリアスとか スポーツドリンクをできるだけ飲んでください。もういいだろうっていうぐらいまで無理やり、もう無理やりもいいので、もう本当飲んでください。熱中症になったら本当に大変だし、本当にめんどくさい、めんどくさいよ。それを心がけてください。僕もね、あんまり体が弱ってるんで、まあ体が弱ってるっていうか、まあ体が小さいんで、まあそれを夏まで一緒に乗り切りたい、乗り切ろうと思います。まあね、今回は HKT48 の夏のホールツアーのまあ前編でした。皆さんご視聴ありがとうございました。まあもしね、この動画が良かったら コメントとか高評価とかしてくださると嬉しいです。今回の動画は以上です。ありがとうございました。